鳥取県高草郡の一高草郡は鳥取県にあった郡である。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は鳥取市の一部にあたる。東郡一帯は大火の改新以前より稲葉国の有力な在地市長一族であった稲葉国造市の本拠地が置かれていた。演技式神名庁には郡内の神社七座が記載され、薬師寺国、 高志寺などの寺院も存在していた。また、天平商法8年には、東大寺上高庭僧が成立、地元の豪族である国造南岩の協力を得て、開墾が進められた。延暦3年に成立したとされる伊福部新古市によれば、646年に伊福部都坊寺が水氷の正しに任ぜられたとあり、658年には、近い水氷、 作高草郡と記されている。一説に水井表が高草郡となったとも言われるが、新編鳥取市などでは、水井表は常見郡遊美郡に分割され、ついで高草郡が成立したとする説をとっている。また、国府調子によれば、軍の成立年代については、意図的に縁起の良い年を選んでおり、史実かどうか疑わしいという。 軍家は、古見郷に所在していたとされ、三人堂の式見役が設けられていた。和名類受賞に記される軍内の里、演技式新名帳に記される軍内の式内社。軍役の変遷の詳細は不明であるが、慶長十年成立の、ケ田郡高草郡郷町には、本来八神郷に所属している、はずの五つの村が記載されているほか、内海村、 沢見村が、ケ田軍に所属していると記されている。1、吉岡村2、大里村3、末常村4、湖山村5、ガ路村6、千代水村7、川野野部村8、海徳村9、東郷村10、福富村11、美保村12、山戸村13、岩坪村14、津波村15、明治村16、穏やか地村17、豊実村18、松保村。 ありがとうございます。